ザプラクティス・ボストン弁護士ファイルはアメリカ合衆国の ABC で1997年から2004年にかけて放送されたテレビドラマシリーズデビット・イーケリー制作日本では一部の地上派 FOX チャンネルサスペンスシアター・ FOX ク,クライムで放映された本作のスピンオフシリーズとしてボストン・リーガルが制作されているボストン・リーガルは 本作と違ってコメディタッチの作風である8シーズンの放送の中で29個のプライムタイムエミー賞にノミネートされうち15個を受賞したまた5つのゴールデングローブ賞にノミネートされうち3つを受賞したさらにピーボディ賞も受賞したボビー・ドネル・ディラン・マクダーモット主人公レギュラーとしての登場は第7シーズンまで リンジー・ドール、ケリー・ウィリアムズ正義感が強い女性弁護士。第7シーズンまで登場。憲法学を専攻し、判例に詳しい。ユージー・ヤング、スティーブ・ハリス分厚い唇やスキンヘッドが、特徴的な体格のいい黒人弁護士。元探偵、常習的犯罪者の扱いに慣れている。エレノア・フラット、カムジン・マンハイム耳のピアスが多く、背が高く、太っている、女性弁護士。 出会い系サイトに登録している情報によると乗馬が、趣味、ジミー・バルティ、マイケル・バダルコ・ジミで小柄、太めな弁護士、ボビーの古い友人、弁護士を辞めて銀行に勤務していたが、ボビーへの融資で便宜を図って、審査を誤魔化していたのがバレて解雇される。責任を感じたボビーが事務所に迎え入れた、レベッカ・ワシントン、リサゲイ・ハミルトン小柄で恩和な性格の黒人女性。 事務担当で応接、電話応対なども言っている。ボビーが事務所を開設した当時からの子さんで、ボビーに対して対等以上の態度をとることもあるが、彼の一番の理解者でもある。後に自らも資格を取得して弁護士になる。ヘレン・ギャンブル、ラーラ・フリンボイル地方検事、リンジーのロースクールの同級生で友人。立場上、ボビーと衝突することも多いが、彼をよく理解している。 彼と付き合っていたこともある。ルーシー・ハッチャー、マーラ・ソコロフ第3シーズンより登場する若いアシスタント、リチャード・ベイ、ジェイソン・クラビッツ第4シーズンより登場するヘレンの同僚で、地方検事、アラン・ショア、ジェームズ・スペーダー第8シーズンに登場する弁護士。この作品が終了した後の彼の活躍は、スピンオフ作品、ボストン・リーガルで描かれる。なお、演じる、 ジェームズ・スペーダーは、最終シーズンながら、この、ザ・プラクティスにおけるアラン・ショア役で、プライム・タイム・エミー賞の最優秀主演団優勝を受賞した。デニー・クレイン、ウィリアム・シャトナー第8シーズンに登場する大手、弁護士事務所の代表、何かにつけて、自らのフルネームである、デニー・クレインというのが口癖。ゾーイ・ヒラー・ジェイミー・ストリンガー、ジェシカ・キャプショーアン・ドレア当初、この作品は、 途中打ち切りとなった枠の後継番組であったため、アメリカでは第1話から第6話までがシーズン1として、第7話以降は半年後にシーズン2としてそれぞれ放送された。放送順は日米で少し異なる。なお、現在日米で販売されている DVD はどちらも第1話から第13話までを一括りとしている。以下のシーズン区分は、 日本での DVD 販売元である20世紀、フォックスホームエンターテイメントジャパンによるものである。この作品は、同じく、デビッド・ E ・ケリーがプロデューサーを務めた、弁護士ドラマである、アリー・マイ・ラブとの間でクロスオーバーを行い、双方の弁護士事務所に所属する、弁護士たちが一つの事件を共同で弁護する、という内容のプロットで、相互に、主要キャストが、相手方の作品に、同じ役で、 ゲスト出演したシリアスなザプラクティス側キャストがコメディタッチのアリー・マイ・ラブに登場したり逆にコメディタッチのアリー・マイ・ラブ側キャストがシリアスなザプラクティスに登場したりと普段の自作品で見られない演技や演出が見られる日本語版におけるアリー・マイ・ラブに登場したボビーやヘレンの吹き替え声優が異なりボビーをテレビ放送で小島慎一 ビデオ版で安原義人がヘレンを野沢ゆかりがそれぞれ担当した。ヘレン役のララ・フリンボイルはアリー・マイ・ラブに別の役柄でも一度出演した。また同じくデビッド・イー・ケリー制作のボストン・パブリックともクロスオーバーを行っている。ありがとうございます。